はい、どうも、こんにちは。フルーツさんでございます。えー、今日はね、画角的にね、なんか、パソコン置いて、ちょっと YouTuber っぽいでしょう。これ一度やってみたかっただけです。<laughs> ついでに、あの、話がぐったぐたにならないように、下書き書いてみました。なぜなら、これ、撮り直し、テイク2です。ね。今日のポイントはこれですね。犬の尻尾にマイクがついてる。これ、かわいいでしょう。ということで、はい。今日は、えー、スモールトーク。 の、えー、偉人のお話、えー、2回目なんですけどということで、えー、今日は S さんという方のお話をしたいと思います、えー、S さんとはね自分が16歳高校生になってすぐここをバイトに入った時に出会った方なんですあのねこの方がいまあ、未だに25年近くたってあのつながりのある方なんですけど、まあ、尊敬してるんでまあ つながりのある方とか尊敬する方って言ってますけど、実際はハゲてデブでエロいだけのおっさんですけど、まあ自分にとってはすごく、なんて言うんだろうね、やっぱり人生のこう心を揺さぶることをやってくれた方なんですね。はい。で、えっ、ー、とね、この方の何がすごいかっていうのは、まあ,あの当然ちゃ当然だと思ってる人もいるし、それが実践できてる人もいる。ただそうじゃない人もすごく多い中で、この人はその当然のようなことを相手の心に 負担をかけない形でずっと実践してくれた。それは自分ですね。自分のような幼い人間にもその負担をかけずに気づかせてくれたっていうことをずっとやってくれた方なんです。なぜ上司が、社員がたくさんお金をもらって、もしくはお金じゃなくてもこう立場的に優遇されてるか。それは部下の責任を自分がしっかり取るためなんだっていうのを、もう本当に、うん、お手本のように行動で。 何て言うんですか腹黒いことを一切なく自分の多分本能のままにやってるんだけどそれが結果として自分がこう偉人としてお話ししたいっていうぐらい素晴らしい人になっちゃってるっていうまあエロでデブでハゲそういうおっさんなんですけどねはいまあ当時すごく忙しくってえっ、ー、とねバイトの自分もう3年4年ぐらいバイトしてた時だったと思いますねその時の自分でも、まあ、ある程度こう応用を聞かせながらやれちゃってたんですよ多少なりともね なんだけど、えー、その時はちょっとあまりにも忙しすぎて、ちょっと危険だなって思いつつもやっちゃったことがあったんです。確かなんですけど、ミニバンかなんかの車をリアのデフの一点と、えー、フロントを まあ固定式のジャッキで2点で上げてだから合計3点で上げちゃったっていう感じなんですよ。あの本来はというか、まあ、一番安全なやり方はたまに見たことがある方もいると思うんですけどこう地面からねウィーンとこう地面が上がってきてそこにこう車を乗せてあげてるっていうああいうジャッキアップがまあ一番安全ではあるんですけどあまりにもそっちはもう埋まっちゃってて忙しくてでも作業所を一つでも減らさなきゃっていうのがあって、まあ、自分はその手で上げるジャッキ、まあ、エアツールも必要なんですけどそれで3点で上げちゃったんです。 あのね、それをやったんですけど、結果として、ちょっとね、バランスがグワングワンってなって、あれ、ちょっと危ないかなって思ってたのも、大塚のン、ま、なんていうんですか、強振度っていうのかわかんないですけど、ガーッと大きくなっちゃって、あのまあ、バターンじゃないんですけど、フェンダーからゴドンって落ちちゃった。こうあった車がフェンダーからゴンって 地面にに乗っっ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 ちちゃゃゃたたたてていいうう感じでで、まあ、フェンダーがががぐにゃっと曲のあんすよねその日はもう忙しくてピット作業はもうほとんどバイトと一部の社員とであとは店長クラスの人たちはもう中で接客っていう感じでどんどん作業を取ってきてピットに出してっていう感じでやってたんですけどまあそれをちょっと異変を感じた、まあ、S さんがピットに入ってきて、まあ、ちょっと真っ白になって棒立ちになっちゃったっていうのをまあ見て、まあ、S さんがおいちょっと あの背中バーンと叩きながら、野田君、ちょっと休憩行ってきてよって、ごく普通に、もういつも通り、もういつも、あもうそろそろお前休憩行ってこいみたいな、そんな感じで、ちょっと休憩行ってきてって、ね、自分を休憩に出して、で、その時の自分、まあ、ある程度いい年、 二十歳近くとかなってきてたと思うんですけど、それでももう、そんな大きな事故をやっちゃった後に、もうどうしていいか分かんなくて真っ白、お昼って言われても、休憩って言われても、もう喉も通らないしっていう感じで、で休憩時間終わって、自分なんかが戻っていいのかっていう状態、そんなことをやらかしちゃったっていう、そういう自分が戻ってもいいのかっていうのが分かんないような状態の中で、さあ、どうしようかって思ってたときに、やっぱり S さんが休憩所の方にバンと入ってきて、おいつまで休んでんだよ。 お前いないと仕事忙しくてできないんだからちょっと早く来てもう休憩終わりだろ上がって早く仕事戻って言ってもうバンバンバンとねピットに送り出してくれたんですよ暇になった時にあのー、今日のあれさ多分さお前めちゃくちゃ忙しかったからまあちょっと危険っていうのは分かりつつもその3点であげて、まあ、やってくれたんだよな効率のためになってありがとうなってあれね実はね会社の保険で何とでもなるから大丈夫だ、ね、よ全然大丈夫だっ <laughs> つって笑って背中バンバンやってくれたんですよ このね、お前は何してくれてんだとかっていう叱責じゃなくってあのいや全然大丈夫なんだよもう気にしないでほらもうこっちの仕事こういうふうにやっていいから大丈夫ってこう優しくするだけじゃなくってお前が必要なんだよって、まあ、休憩上がるときねお前が必要なんだから来てくれって言ってたりとかもうお前いつまで休んでんだよ早く来たよっていうようなそんな,なんかいつも通りな感じを接してくれたりとかっていうのをやってくれてまあこれは自分だけに 都合のよく取ってるだけかもしんないですけど何て言うんですけどねもうその部下の心を潰さずに現場復帰をスムーズにさせてくれたやり方だと思ってるんですよそうなんかあの本当ケアするあ全然大丈夫なんでお前がやったこと大丈夫だからね大丈夫だからねって言われるとああこんなに優しくしてくれてんのに自分はなんてことをしてしまったんだって思っちゃうしこのバカ野郎がって言われたらうごめんなさいごめんなさいってなっちゃうしどっちにしても萎縮しちゃうんですよでもそうじゃなくって S さんがやってたのはもう本当にもういつも通りバシーンとね 背中を叩いててて送りり出してくれてたりとかもう余計な不安とかを考える暇もないぐらい忙しい中にまたボンと送り出してくれていやもう家ね来たんだからやんなきゃいけないいつも通りねあの安全な地面ごと上げるようなやつそれでしっかりと作業してその日を終えたっていう感じでしたねだからその対応が本当に自分が救われたものだったんですよこれと同じでねその何ていうんですかこう言葉を使って特に責める言葉 責める言葉とかお前の責任はこうだよなはっきり理解した上でやんなきゃいけないんだぞっていう人もきっといるとは思うんですけどそれはそういう人には有効だと思いますあのきちんと言われなきゃ分かんないよっていう人には言ってあげた方が効果的だと思うんですけど自分としてはもう怒られ慣れちゃってる。 まあ、そこの S さんとかには全然怒られたことはないんですけどその家庭でね前も言ったと思いますけど95点取ったら褒められるんじゃなくて失った5点を怒られるっていうその怒られ慣れちゃってる人間からしたら何かを怒られるっていうよりはやっぱりそうじゃない形で伝えてくれるっていうことをやってくれるとあそうかそうか自分のあれが良くなかったんだなじゃあ今度こうしようそしてこの人が今やってることはこういうことなんだなっていうのを自分には分かりやすかったし。 一番こう心にダメージがなくすぐに現場復帰できる形で指導してもらえたことかなっていう気がしてます。実はその S さんの前に店長をやってた N さんっていう方もいたんですけどその方もね似たような感じなんですよ。似たような感じな。まあ2人とも友達なんでね似たような感じなんですけどその N さんは地獄でした。あの裏にハイタイヤが150はないぐらいこう積んであるんですよ。でたまにこうハイタイヤさんが回収しに来てっていうのをやってくれるんですけど その暇だった時に自分と海老沢くんっていう、あ、<laughs> あのバイトがいて、あの二人に呼ばれたんですよ、裏に。ちょ、沼田くん、海老沢くん来て,って。何って思ったら、今まで積んであった。まあちょっと、綺麗にとは言わないけど、積んであった。次のまあ回収屋さんが来るまでは大丈夫でしょうっていう積み方をしてあったタイヤを、その N さんは急に目の前でガラン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 落として、これ綺麗に積み直して。 次、回収屋さんが来た時、取りやすいようにきれいに積み直してって言ったんですよ。真夏ですよ。あのね、本当にね、こいつ、鬼畜だなと思いました。顔色一つ変えずに、真っ白な顔で青ひげだけが残ってる N さんだったんですけど、この人、サイコパスなのっていうぐらい。でも、それは後々考えたら、S さんと同じことだったんですよ。で、S さんもまたちょっと別のエピソードがあるんですけど、自分と、まあ、その、 もう言っちゃったからいいが、海老沢君と、あともう一人先輩のバイトが、三人バイトがいたんですけど、その三人がね、ちょっと暇な時にピットで喋ってたんですよ。おしゃべりしてた三人で。その時に、ふわーっとこうピットにやってきて、あ、あ、ちょっと、あ、沼田君今暇手空いてるごめんね。ちょっといいっつって呼んで、もうなんなら見たら暇ってわかるじゃないですか。それなのに、わざわざ、 お前暇だろとかっていうこと多分自分がそういう陰キャだっていうのすごくもう見てわかるし当然分かってるからそういう対応してくれたのかなって思うところもある多分まあどっちにしても兄貴分なんで、うん、そういう対応を誰にでもしてるんだろうなっていう気はしますけどとにかく相手に気づかせ気遣わせないような言い方をきちんとしてくるんですよ で、店内に呼んで、ちょ、沼田くん、ごめんな。あの、ほら、商談してるときお客さんにホイールとか勧めるじゃん。これ売れるとでかいんだよ。ありがたいんだよ。でさ、商談してるときにさ、これいいよねって言ったときに、ホコリかぶってると、ちょっとあれじゃん。だからさ、これ、あの、空拭きでいいから、軽くで、優しくでいいから、ちょっと空拭きで、あの、ホコリ取ってくれるって言われたときに、自分は、もうその時に、その N さんがやったタイヤをバーンって下ろすのとかも含めて、あって察したんですよ。実は、そのホイールを拭く作業。 その前日もやってたんです前日も別に暇で遊んでたってわけじゃなくって今日はもうホイール拭くこととかもバイトを手分けしてやってこうねとかそういうようなことをやってた時だったんですけどそれと同じことを翌日もやるかって言われたら正直きれいにするうんぬんまあ確かにホコリだって微妙にはあるでしょうだけどそれより2日連続でホイール拭いたらダメージの方が気になりますよ普通は。 だから優しく誇り取るだけでいいって言って昨日と同じ作業を投げてきたんです。これ何を言ってるかっていうと S さんは暇してるんだったらこの間も与えた作業だけど自分で考えたら仕事っていくらでもあるよね。ピットにいてタイヤ交換するオイル交換するそれだけが君たちの仕事じゃないよね。店先に行ってチリとり持ったっていいし。あのもう本当に割とね全ての社員がプロフェッショナルっていう感じでした。その当時は。 うん、なんでもう本当に暇さえあればみんなあのふざけてだらっとするっていうよりはあのマスコット人形とかあるんですけどそのマスコット人形とかをみんなでガーッと店先に出してって「<laughs> よしこいつ綺麗にしてやろうぜ」っつってあの洗剤とか「洗剤で落ちねえなコンパウンド持ってこい」っつってこうコンパウンドで綺麗にしたりとか <laughs>「やりすぎたハゲた」とか言って <laughs>。 塗料買ってこいつって塗ったりとか、本当にね、頭の悪い人たちだったんだけど、もうとにかくやる気と行動力っていうのはもう、ピカイチで、まあ、本当にね、あとあと、自分もこのお店、自分のお店を出したりとか、S さんもそこを辞めて、まあ、いろんな大きい会社に勤めたりとかっていうのをやった後再開した後なんか言うけど、当時のあのメンバーは本当、日本で最強のピットマンたちが集まってたよねって、やる気とか実力とか、本当、多分日本一だったと思うよって。 な,なぜなら、その S さんは、まあ別の会社に移った後も、そういうね、ピット作業とかの日本一を決める大会に、日本一になったんですよ。そんだけ実力のある人なんで。そこで組んでたチームよりも、お前たちと働いてたあの当時の方が断然レベル高いよっていう話をしてて、それぐらいみんなのその仕事に対するやる気とか、楽しんでやろうぜっていうこととかっていうのはもう本当にめちゃくちゃ高かった。うん、本当すごい店でしたね。 あれを超えるその従業員とか一丸になってやってた店っていうのは未だに自分も経験できてない、うん、それぐらい、まあ、悲しい悔しいけど一つの目標としてあの当時のあの店がありますねはい、まあ、そんな昔話をした S さんなんですけどちょっと久しぶりに戻ってきたから一緒に飯食おうよなんていう話をして、ね、えその時にあの一つの話をしたんですよな,なぜって自分は、 その会社に初めて S さんと会った時っていうのは16歳で原付きの免許も持ってない要は何かっていうとその当時その会社がバイト募集って出してた紙に要不免18歳以上って書いてあったんですよね今言った通りおり普通免許も持ってないし16歳だしお前なんであん時応募してきたのうちの会社にって言われていやだって 応募するなって書いてなかったんですよ。要不免と18歳っていうのを満たしてない人は応募してはいけませんって書いてなかった。書いてなかったし、自分はその当時車がすっごい好きでもう車で働きたかった。だから応募した。ダメって言われたら、その時に初めて、まあ、諦めるか、いやもうちょっとなんか考えて俺雇ってよっていう話をするかの2択になる。 紙を見ててて。自分に資格がなないいいから応募ししっっうのはアホでしょってやる前から決めてそういうなんか NG や作ってたら一生生きていけないんですよって俺はやりたいから応募したんですって言ったらもう S さんから無言の握手 <laughs> お前のそういう頭の悪いところが大好きだったって言ってもらってねまあほに頭悪いん頭悪くはないんですけどね自分はまあかなりいい高校行ってましたから 中卒ですけど、うん、ねすっごい余計な話なんですけど自分と小学校中学校が同じだったやつが友達がいたんですけど自分の店が商工会議所にあの入ってた時があったんですけどその時にそいつがね会議所の人間として入ってきたんですよでその時に「沼田君と同じ年だよね」みたいな話をもう前から知ってる人に話されて「あ,あ同級生だ」と思って。 らこの子ね、バカなんだよって、そのね、もともといた会社の担当の人が、うちね、簿記とか必須って書いてあるのに、簿記持ってないのに応募してきたのって。えあれ、どっかで聞いた話だなと思って。<laughs> ね、なんでって言ったら、いや、まあ、ないけど、熱意はあるから取ってくださいって言われたから、こいつ面白いかもしれないと思って取ったって言ったんですよ。<laughs> それ聞いたときに、ああ、ああ、頭の悪い年代だったんだなって。 思ってあのね相手方がこれが欲しいって言っててもまあ人手がなかったからっていう可能性だって十分あります自分もその友達もありますけどやっぱりそのね自分で勝手に道を閉ざしちゃうっていうのは良くないと思うのでやってみなきゃ分かんないやってみてダメでどうしても自分がそれを叶えたかったら無理やりでも力をそこに注ぎ込めばいい で、これはどうやっても無理だな。自分にはまた別の道もあるなって思えば、そこから初めて道を変えればいい。だからやる前からダメだろうなって思うのは、すっごい嫌いだし、もったいないと思う。ねえ。だって、16歳の時、自分は、用不明18歳以上っていうのを、ああ、ダメなんだと思ってやめてたら、S さんとの出会いはなかったし、それで背中で物を語るっていうことを実践してくる人に出会えなかったわけだし。ねえ。うん。 まあ絶対にこれがいい道ですよとはなかなか言いにくい中には怒る人もいるでしょう自分もフリーター時代にいろんなバイトに応募して怒られまくりました本当にあの魚屋さんにねバイト募集してて時給が一番高かったんですよで魚屋さん行ってじゃあ御社を御社じゃないやなんだと。 記者あ、な、なんだっけ、あの、自分の会社に応募したきっかけはなんでございましょうかみたいなことをね、スーツ着た人に言われて、で、いや、時給が高かったからです。これだけの時給もらえるんだったら頑張ります。言ったんですよ。そしたらね、君はふざけてんのかって言われて、ふざけてないですよ。だって、時給がいいから頑張って働こうと思うじゃないですか。って言ったら、じゃあ、君は、うちの魚好きかいって言われて、 その当時自分は魚大っ嫌いだったんですよ。今は好きなんですけど。魚は僕は嫌いです。でもこれだけの時給もらえるんだったら自分は正直順応性はあると思ってるからお客さんに売る方法はものすごく勉強します。頑張ります。ぜひ取ってみませんかって言ったら帰れって言われて怒られて帰ってきたっていうね。うん。あとは犬屋さん昼間やってて夜、まあ最終的にはね、 夜のスーパー銭湯で落ち着いたんですけどそこに行くまでにもいろんなバイトレンタルビデオ屋さんとかもね面接行ったんですけどね君ダブルワークで大丈夫かいって言った時にもう自分はねバイトの面接って笑わせたもん勝ちだと思ってるから必ずちょっとクスっとしてもらえることを言おうと思ってたんですけどそんなこと言ったら面接官がねふふ <laughs> ってちょっと笑ったんですよちょ,っとちょっと自分的に面白いことを言ったんですけど。 ふふって笑わせてこれ勝ったなと思ってでじゃあ何日後に連絡するからって言われて電話来たはいいつでも働けますって思ったら君は不採用だっていうえっ頑張るって言ったじゃん俺ダブルワークでも頑張れるって言ったじゃんってでえあの無理だよって言われて切られたっていうこともあってまあそんなようなことでねたくさん怒られてはきたんですけど中にはねそういう素晴らしい出会いも待ってることもある すべての人にこれがいいよとは言いにくいんですけど、自分はあの別にあの死ぬわけじゃないんだから、やってみようぜっていう、ただそれだけです。はい。うダメって言われてないんだったらやってみようよっていう、そんな感じですね。で、やってきてたまたまそうやって、なんて言うんですよね。もう、ま、変なまとめ方、ちょっと寄り道の多いまとめ方になりますけど、その S さんと出会えたことで、素晴らしい、 経験をさせててもらえたっていうのは結局のところ何があったかっていうとあの失敗を叱責するとかめちゃくちゃ優しくされるっていうわけじゃなくてきちんとそのちょうどいいところを取ってくれたただ叱責しない怒らないっていうことは自分にとってめちゃくちゃ大きかったですまああのねこれちょっと語弊がありそうなんですけど自分あの褒められるだけで伸びていく人間じゃないんですよ 何か技術を学びたいって思ったらめちゃくちゃ怒られたいんですよ。お前全然できてねえな、この無能がって言われた方が何くそと思って頑張れるんですけど、自分が良かれと思ってやったこと、だから自分の力の及ばない人たち、もう上司とか大きい会社とか、そういう人たちにとって自分はこれがいいんだろうなと思って全員でやったことを否定されると、ボキッと心折れるんです。だからこの仕事を始めて、 この、ね、お店を始めて回心が折れかけたことはお客さんのためにめちゃくちゃいいだろうと思ってやったことをこのバカラガーって怒られた時はもう心が折れたっていうことがあったっていうのがそれなんですけど相手のためを本当に思ってやったことをこのバカラガーって言われるとやっぱりね心折れちゃうんですじゃなくってその S さんは自分が本当にこの会社のためこのみんな仲間のためにやったことっていうのを組んでくれてそういうことだったんだよなって っってて優しく言ってく言れたことそれと、それを叱責するんじゃなく、じゃあどうしたらいいのっていうのを言葉でああしろ、こうしろって言ったんじゃなくって、気づかせてくれた。これ、ポイントじゃないですか。これの多分一つ前の偉人のスモールトークで話してると思うんですけど、B 先生の時もそうだったんです。お前はこれがダメだ。ふざけてんじゃない。バがやってんじゃない。こうしなさい。って言って怒ってきたんじゃなくって、本当にそういうことは直接言わない。で 自分たちみたいな幼い人間にとってもわかるように背中で行動で全部教えてくれた。そしてハッと気づかせてくれる。そうしなきゃいけなかったんだよねっていうこと。これがね、やっぱりね、うん、あの本当に悪意とかふざけてるとかそういうことだったらきちんと叱責されなきゃいけないと思う。し、自分みたいに学びたいことがある、向上したいことがあるっていう時にはきちんとそれはダメだって言ってもらわなきゃダメなんですけど、 本当に何の対もなく善意だけで相手に対して行った行動を否定されるとやっぱ人ってボキッと言っちゃうんですよ。それをねきちんと見間違えず履き違えず自分にそういう考える力で送り出してくれたっていうのが S さんのやってくれたことまあこの前の話にもある B 先生も同じなんですけどそういうことをやっぱりね叱責ではなく褒めるでもなく じまじまちまちま言うでもなく行動をきちんと見せてくれた。考える時間をくれた。そういうことがやっぱり相手の成長にとってぴったりと相手の成長にぴったりあったっていうことなんでしょうね。すべての方にそれがいいとはわからないです。けど自分には本当にそれがドンピシャでした。だから今こうして24年5年という付き合いの中で うん、社会に出てアルバイトっていうところから始まって、うん、いろんな社会に出てあった人の中で、まあ、3人4人それぐらいあげるとしたらって言われた時に、まあ、前回の B 先生なり今回の S さんなりっていう人たちが出てくるんですねはいそんなようなことで今回は終わりにしたいと思いますありがとうございました